ヤワタ山公園は、栃木県宇都宮市花輪田五丁目にある、都市公園である。敷地内には、宇都宮タワーや、ヤワタ山交通公園などの設備がある。宇都宮市の中心市街地、宇都宮二良山の上社が鎮座する、明神山の北に連なる峰が、ヤワタ山である。ヤワタ山公園はこの八幡山山頂付近から、 山陸にかけて整備された複合レジャー施設であり、市民憩いの場として幅広く、市民に親しまれている。公園敷地には、筒子や桜が茂り、桜の季節になると露店が出され、ぼんぼりが灯り、宇都宮市内有数の花見のスポットである。この頃は、休日を中心に、大勢の花見客で賑わい、公園駐車場は満車となる。 山頂付近には高さ30メートルのクスノキの巨木が立つ。このクスノキの樹齢は300年と言われ、温暖地に茂るクスノキが関東北部で定着し巨木となることは珍しく、1972年12月8日に市指定の有形文化財に登録されている。八幡山山頂にそびえて市内を見下ろす電波塔、宇都宮タワーは有料ながら、 展望台として開放されており、他にも豪華アートを体験できる、八幡山交通公園、冒険気分を満喫できる、冒険遊具を揃えた、アドベンチャー U、タワー付近と交通公園付近をダイレクトに結ぶ、アドベンチャーブリッジなど、観光、体験施設も、比較的充実しており、年少者から年配者まで、広く楽しむことができる。ライトアップされた、 宇都宮タワー動物舎のワオキツネザルと、ブタアドベンチャーブリッジ岩田山のオークスノキとチギ県の施設で、大祖町602番地に設置されていた。設置場所選定時、市街地に近く警臨場が隣接することから、天文観察等の影響が懸念されたが、1964年12月、建築開始し、1965年11月2日に、落成式、 翌日より一般公開された。鉄筋コンクリート作り2階建て一部4階建て、総事業費3500万円のうち2000万円は、県債で賄われた。後継施設の栃木県、子供総合科学館完成により、1988年3月31日をもって閉館。昭和20年代、児童館の場所は、対空校社法人地で、何基も設置されていた。 その地下には、旧陸軍の地下司令部の号が残る。この号は、終戦間近の1945年6月に、本土決戦を想定して建設が始まったもので、秘密保持のため、宇都宮市管区の東部36.3738.4に、e、部隊に属する隊員、約250人が、秘密裏に工事を進めた。作業隊は11個小隊に分けられ、 この斧が一箇所ずつ出入り口の建設を担当した。3交代で24時間体制で建設が進められたが、終戦までには間に合わず、実際に使用されることはなかったが、アメリカ軍が進駐してきた際に未完成では、日本軍の名れであるとして、終戦後も完成まで工事は行われた。戦後、地元では、ヤワタの防空壕と通称されていたが、2000年に、 戦災記録保存事業のために調査が行われ、旧陸軍地下司令部跡であることが判明した。2002年からは一般公開をしていたが、内部の崩落の危険があるため、2021年現在は公開していない。司令部の号は A ラインから J ラインまで10本の号で構成され、八幡山公園地下を南北に貫く、最も長い A ラインは364.6。 メートルに及ぶ。他のラインは、すべて A ラインに接続しており、最も長い C ラインが49.6メートル、最も短い F ラインは25.0メートルである。宇都宮市都市計画決定一覧八幡山墓地、宇都宮市霊園、ABCDEFGHI 宇都宮市。 消防遠隔市宇都宮市消防本部発行7月号 1380p40 私の一枚ハット abcd 宇都宮市の公園緑地平成19年度宇都宮市都市開発部公園緑地下編2007年 a b c d e f 8万3公園散歩マップ8万3公園 a b c 8万3公園駐車場案内図 g 8万3公園 花和田厚司会35周年記念誌、80と、薬元8万と。広報宇都宮1995年ページ16、ABCDFGH e 等地域まちづくり、推進協議会、歴史、文化遺産研究会編2016、P136。ありがとうございます。